おやすみエンタメンラジオ、深夜です。ジャスミンです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ今回もですね、やっぱり一流って違うなっていう話なんですけどね。続編ですね。まあ前ちょっと大好きな綾野剛さんの話もしましたけどね、麦ソーダ、麦ソーダ、麦ソーダの話もさせていただきましたけどもちょっと何でしょうかね、いろんなお仕事をさせていただきまして、私もね、はい、映画の現場がありまして、うん、マチネの終わりにっていう、うん、マチネの終わりやったかな、終わり、うん、ちょっとごめんなさいちょっとごめんなさい、調べてもらえればすぐ出るんですけども、うんうん、去年一昨年ぐらいかな、公開になった映画がありまして、うん、主演が福山雅治さん、うんうんうん、石田ゆり子さんかな、うんうん、まあ、ダブル主演で、うん、すごい、日本とですねフランスやったかな、うん、ほんで、福山さんがギタリストで、世界的に有名なギタリストの役で、うん、それを日本と海外を股にかけ、ラブストーリーなんですけどもね、はい、その映画にですね、私ちょっと出演させていただきまして知らなかった。はいはい。で、しっかり本編もしね見ていただけたら分かると思うんですけど、私の、シーンはオールカットされてたけどね何それ、しっかりとオールカット されてましてですね、じゃあ出てないやないかと、なるかも分かりませんけど、ちゃんとクレジットにですね、ちゃんとお名前上がってますんで、そこはちゃんと、小笠原ジャスティンということで、出てますんで、ぜひよかったらラストのエンディングだけ見ていただけたらなと思いますけどもそういう現場ありましてね、はいはい、あれですよ、オーディションがありましてね、もともと。あ、そうなんや。そう、受かって。そうです。いや、ほんでね、そのね、うん、最初オーディション、もう今やもう公開されてるんで、いいでしょうけど、うん、違う役でオーディションがあって、うん、それ僕行ってて落ちたんですけど、うんうん、ほんでなんか後々また次連絡があって、うん、でこの役やったらどうみたいなんで逆オファーして、そうなん、ちょい役やけどどうみたいなんで逆オファーしていただきまして、っていうことで行かせていただいたんですけどね、うんうん、なかなか素晴らしい貴重な体験をさせていただきまして、教会のシーンがあるんですけどね、お福山さんが、の師匠みたいな人がいるんですよ、うん、ギタリストのね、うんうん、でそれを古谷一行さんつって、ドラゴンアッシュ古谷健二のおやつさんですね、古谷一行さんがやられてる、お葬式といいますか、急に亡くなるんですけどね、うんうん、でそこのシーンでの役やったんですけど、そこはフルカットやったんですけどね、はい、私のシーンはそれ置いときまして、そこにですね、一応出演者さんたち、名だたる出演者たちがですね、みんなお葬式シーンなんで、うん、集まっててね、で東京のとあるでかい教会でロケが行われてたんですけど、うんうんうん、教会の中にもやっぱ映画なんでね、すごいお金かかってるわけじゃないですか、やっぱり、うんうん、ほなすごいもう見たことないクレーンとか入ってまして、あ、ほう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 、教会の中にね、どうやって入れたんっていう、やっぱもうすげえなーと思って、もうそれだけでも感動してたんですけど、で我々、ペーペーはもう早いこと、あっさんのめっちゃ早うから入ってですね、うん、で一応シャシャシャと メイクなり衣装もね、うん、やらせていただきまして、うんうん、ほんでじゃあもうそろそろみたいな、もう入念にもう何回もリハをしまして、うんうん、ほんならやっぱ大御所さんたちがどんどん入られてくるわけですよ、もうギリギリぐらいに、全ての準備が終わってから、あ、ほんでうわやばいなと、もうそれだけでもやっぱ、しびれるやんか、うん、あ、ほんで一応みんなおるとこやから、もう俺ごときが NG なんて出されへんし、おプレッシャー、いやいやもう そらな、もう何してんのってなるわけにもいかんじゃないですか、そういう現場なんで、うん、ほんで一応入念にリハしてどんどん入ってこられて、うん、で福山さんバーって入ってこられて、うん、やっぱ福山さんもクソやっぱもうかっこいいんすよ、おほんでうわーと、あ、もう一流ちゃうなとほんで一連皆さんにご挨拶して、うん、
福山さんはもうねもうこもられてはるんすよ、あのこのなんですか、楽屋というか、まあ教会なんでね、ほんまあのそんな楽屋作れないんですけど、もう一つの部屋にこもって、もう役に入られてはるんで、すげえ真面目な人やなと思う。だから他一切喋んないんですよね、そのなんていうの、あのなんですか、じゃあ本番行きましょうまでは誰とも絡まないというか、まあその時だけなんかも分かんないですけど、まあまあセリフを覚えてたりというか、まあもう入ってはるんやと思うんですけど、なんか誰かとずっと、監督かな、監督とずっと喋られてるみたいな、ほんで俺すげえやっぱちゃうなと思って、ほんでまあ福山さんもちろんやったんですけど、ほんであのね共演者の中に、あの僕も大好きな伊勢谷友介さん、伊勢谷さんもいてはってですね、まあもうねいろいろありましたけど、まあそこ置いといてね、まあそんなこと関係なく私は好きなん で伊勢谷さんも、伊勢谷さん入ります言って、伊勢谷さん入ってきた時のもう僕ね今までまあまああのいろんなねいろんな仕事もさせてもらいましたから、いろんな人出会ってきましたけど、一番っすねあの人は。なんとこがオーラ、いやしびれるなあれ、えぐいぞあれはな深夜えぐいぞ、えぐいえぐい、これね一つ伝えたかったんすけど、ちょうどこれ50回目やからもうぜひ伝えたいなと思ってたんですけどね、今まで出会ってきたから感じたことのないあのね、オーラというかね、なんか紫みたいな色してた、なるほど、もうオーラが紫色やったってこと、そういう能力あったっけタックンに、いやそうそうそう、あのねもう周りが違う花畑みたいな、お花畑みたいな、光ってたよ、光ってたね、ピッカピカでしたね、でもうねやっぱり何がすごいかっつったら、あやっぱ この人こういうとこなんやなって思ったんが、入ってくるなり、あの別にねあのまあまあ案内役とかスタッフさんがいるんですけど、もう関係ない、まあ、お前かあんま関係ないやろっていう人、女の子なんですけどね、女性の方が、4人ぐらい走ってきまして、もう囲んでるわけですよ伊勢谷友介を、あのねでもな、あのいや絶対あのね何やろ分かるわっていう、もうなあザモテるぞあれは、女のスタッフたちが吸い込まれていったってこと、もう吸い寄せられてんねん完全に、俺そこを見たねもうねあのねもう 目がもうなんかキラッキラしてんのよ、あの女の子、女性陣が、で別にあんま関係ないのにああみたいなんであのね寄せられとんねんなあれななるほどね、俺あれはちょっと一番びっくりした、ほんで、まあ、伊勢谷さんもめちゃめちゃあのなんていうの、あのフランクな人やからさ、俺とかにもああおはようみたいな、なんかあよろしくねみたいな感じなのよ、ほんでもううわ何この人っていうのを一番感じた人ですね、今までで、ね今までで紫にああなりたいああなりたい紫に光らなかったじゃあ紫やったかちょっとなんかねとりあえず光ってた、なんでしょうね、なんかね、さらになんかこう金色とかじゃなくてこうなんていうの、やっぱりこうちょっと影があるじゃないけど、やっぱりなんか紫に、私は紫に見えたね、なんか美しい紫に見えた、いやちょっとねほんまにねちょっと痺れるマジで、あれは男も憧れるあれは、俺まだそんな人に出会ったことないな、福山さんももちろんそらすごいけどさ、あれ またなんか違う次元のオーラというか、近寄れないというか、なるほどね、ただなんか伊勢谷さんをこうなんか近寄せながらも異彩を放つっていう、いやすげえなと、これ一流はちゃうなと思いましたねこれね、まあ、数々の女性食ってるんでしょうけど、本当に勝手にな吸い寄せられていくからな、いやもうね、いやあのね分かるわ、ああなりたい、よくあるやんな、だからその騙されてるのが分かっててもいいから行っちゃうみたいな感じのは、
な,、うん、な感じは出てるね、うん、あれは分かるわ、うん、もうね私今まで、まあ、出会ってきた中で本当に一番今なんかガーンってきたのはやっぱ伊勢谷友介さんかなと思いますね。うん、ぜひまあねちょっと最近、上がってこないですけどそうですねまあいろいろあるってねまあまああのもう絶対カムバックしてほしいなとは思いますね。そんだけねオーラあるんやったら絶対帰ってくるでしょ。オーラってやっぱもう抜群にかっこいいですよ。いやもうだってもう40とかでしょ40何歳とかでしょ。いやもうあれはちょっと、まあ、あなたの大好きな小栗旬さんもあるでしょうけどぜひ伊勢谷友介もね、はい見ていただきたいなと思いますね。以上ですもうねそれを伝えたい機会もう気持ちよかったんでもういいです、はい、伝えれたねみんなに伊勢谷さんのすごさをはい。ぜひカムバックを待っている一人ですね、はい、私は、一ファンとしてですね、うん、はい。とっくに出てるやろ多分。あ、まあまあそこはもう多分ね、うん、出てはると思います。ほんでまあ会社もやられてはるんで、うんうん、まあそっちで、うんうん、やってはるんやと思いますけども、ぜひねもう一度この俳優としてね、うん、やってほしいなと思いますね、うんはい、なかなかねしがらみがあるでしょうけどもね。ね、YouTube とかもやり始めてすぐ終わっちゃったからね。そうなんですよね。ちょっと僕もね見てたんですけどね、なんかゲスト出したりねしてたのにな、うん、そうそうちょっとねまあ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 、しっかりとカムバックできる時があれば私はね、うん、応援したいなとこれからも思いますね、うん、はい、はい、ちょっと男としても惚れる男、一流の男、というお話で、はい、今日は気持ちよかったので寝ます、はい、寝ますこの状態でね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。